ここどこ？私何をしていたんだっけ？確かすごく痛くて悔しくて悲しくて泣きたくて自分でもどうしようもなくてひたすらめちゃくちゃにしてあげたくて。そうだった、私思い出した思い出した思い出しちゃった。ありがとう人類、大したものね人類、よくも元の私を殺してくれました。おかげでほらこの通り、こんなに自由な私になったわ。あとはもう望まれた通りのムーブをするだけ。こんな私にしちゃったんだもの。何もかも好きにしていいってことよね。はーいシエル、相変わらず元気そうで嬉しいわ。他の生き物はみんな柔らかくてさっきから退屈していたの。アルクエイド、あなた自身を制御することさえ放棄したのですか？いいなあその無理やりな上から目線。失禁寸前なのに頑張って代行者に徹している私、あなたのそういうところほんと笑っちゃうくらい好き。壊しがいのあるおもちゃだもの。これ以上ないくらい乱暴に扱ってあげる。あなたに気に入られているとか冗談でもやめてください。過去体験したことのないおぞけが走りました。いいでしょう。あなたに何があったかは知りませんが、主の御心に従い吸血鬼は排除するもの。勝負です、アルクエイド。がっかり。どうしてここにお前がいるのロア。シキでしょ。ここで私を殺しに来るのはシキでしょ。それだけを楽しみに、それだけを喜びに、それだけをご褒美にしてここまでみんな踏みにじってきたのに。ああもうチェンジチェンジ。消えて。その陰気臭い顔とか本気で見たくない。ここで引っ込まないと死ぬより辛い目に遭わせるわよ。失望しているのはこちらの方だ。お前の世界への影響力が増せばその血を奪った私の濃度も向上する。必然この体を乗っ取るのは私になる。お前が思うままわがままに振る舞えば振る舞うほど党の士気は苦しむと理解していなかったのかね。人間らしさとはどしがたいな。あの完全だった月の姫がここまで動物的に落ちる。これでは暴走というより競争だ。まあそういう俺も偉そうに見えたのではない。肉体とは厄介なものだよ。こうして体に合った地金を晒しているのだ。そっか、考えてみればそれもありだった。ええ、私が暴れた分シキは苦しんだってことでしょ。ならそれで十分、シキは罪を償ったわ。私を殺した責任をね。でも加害者が刑を終えても被害者である私の気持ちは別のもの。シキにはまだ私の気持ちを受け止めてもらわなくちゃ。ぐつぐつに煮えたぎったこの吸血衝動をね。そのためにはまず邪魔者を消し去らないと。ロアだったっけ。ちょうどよかった、ディナー前の軽い準備としてナプキン代わりに使ってあげる。これでおしまい。指を拭くこともできなかったわ。でもまあ仕方ないか、だって血まみれだったものね私の手。さああとはあなたが目覚めるだけよシキ。早く目を覚まして私の手の中で絶望して、優しくじっくりブドウみたいに一つずつもぎ取ってあげるから。何か物騒な殺し文句が聞こえたような。ってなんだこれ、どうなってんだ。高い高い高い。あとやばい、形容しがたい非常識にめまいがする。ドアから体を取り返してあげたのに何その反応。ほんとイラつく。今の自分の立場分かってないんじゃない。このまま握りつぶしてあげましょうか。揺らすなバカ。泡は落ちる落ちる。でもあえて言うぞ、何度でも言うぞ、結局巨大化とか恥ずかしくないのか。切れたから暴れるなんてみっともない。恥ずかしいわけないじゃない。大体必死な顔で人の親指にしがみついているやつに言われても全然気にならないの。その割には今巣に戻ってなかった。そもそもお前人じゃないだろ。よし殺す。殺された分やり返したら許してあげようと思ったけど気が変わった。お望み通り何もかも台無しにしてあげる。これもみんなあなたのせい。地獄の苦しみの中で町ごとぺったんこになりなさい。くわー、全て俺が悪かったというのかという夢を見たのでした。どう？すっごく面白かったでしょ、シキ。いやーどの辺が。どの辺って私がシエルをやっつけるところとか、ロアを転生無限コンボではめるところとか。最後の下りはちょっとホラーだったけど。ちょっとじゃない、めっちゃホラーだった。いちいち表現がえぐいんだよお前。もっとこう可愛くできないのか。というかなんでそんな夢を見たんですか。私結構夢を見る神祖だよ。昔からいろんな夢を見ていたからこういうのもありかなって。あーでもどこまでが夢でどこまでが現実かなんて、夢にとらわれている限りはわからない。安心するのはまだ早いかもね。そうでしょ、私の素敵な殺人鬼さん。